通に眠たい、普通に眠たくて終わったら寝ようって思いましたね。ちょっと髪取れるだけ取ろうと、本当に取っとこうって思いましたね。クリッチさんありがとうございます。めっちゃねむくんでる、コンタクト今入れたからあまり充血してる気がするむくみがすごい。ジンくんさんもありがとうございます。朝ね1時間起きて1時間ぐらい経たないと、私あの1時間ぐらい経たないと元気出ないんですけど、元気っていうかいつも通りにならないんですけど、申し訳ない。もうさ、前髪だけ巻いときたいからちょっと巻いとく、軽くね。オッケー。普通に暑くて汗が出ちゃった。いつも朝はほんまにあくびしちゃう。朝と夜配信あくびしながら喋んなよってすいません、一人で乗りツッコミしちゃった。皆さん今日はさ、でもみんなの方が私より早起きですよね。すいません、ありがとうございます。ほんまにほんまにガチ寝起きすぎて赤シャツさんありがとうございます。どうしようちょっとメイクもね今日怖いやから自分で今していかないしってなると、何しようかな。むくみ取りでも一緒にしましょうか久しぶりに。なんか顔のマッサージしすぎたらたるむみたいな聞いてから、あんまり強くやらない程度にとか言ってめっちゃゴリゴリしちゃった水木さんありがとうございます。なんか黒目でかよう気づいたな。あのさっき昨日なんかね新しくカラコン届いたからつけてみた。でもまあメイクしたら馴染むやろと思ってなんかね違うめっちゃナチュラルなやつをねいつもつけてるんですけど、いつもっていうかたまにやけどつけてるけど、でこれいけんのかなと思ってつけたら意外とでかかったエリコジさんありがとうございます。まあちょっと髪取りでもしますわ。日焼けはしてないですよ。じゃあコリコリ言っちゃう。おはようございます。本当朝起きてない痛い。めちゃめちゃ痛い。合ってんのかなほぐすとこ。なんか耳後ろと顎下と。今ほぐしてますね。マサヨシさんもありがとうございます。やばいほんまの寝起きすぎて、エルムパさんもありがとうございます。めっちゃゴリゴリしてる。おはようございます。顔のむくみ取りです今。しっ
の後ろも首の付け根っていうんですか、めっちゃそこもゴリゴリになるので、ほぐしてますね本当に。あっつ、なんか食うとこめっちゃ暑い、朝こんな暑かったっけ。初めてむくみ取りなんかしてるかもしれない。ゆうさんもありがとうございます。今日南波笑顔開花宣言公演に行きます。お待ちしてます、頑張りますテレアさんありがとうございます。楽しんでいただけるように頑張りたいと思います。こんな足長言うことじゃないけど、めちゃめちゃゴリゴリ言ってるわ。足投げ完了ありがとうございます。昨日ねここ筋肉痛で痛かったんですよ、めちゃめちゃこんなストレッチする配信なんか嫌、めっちゃゴキゴキ言ってる、聞こえたかな。公演楽しみ待ってます。あら、はなちゃんの飛行機が好きです。本当ですか、ありがとうございます。そう今日愛香さんいるんですよ。ボキって聞こえました、めっちゃ鳴るんですよ、ほんまに痛い、上向けないんですよ今痛くて。あ、まあ、全然向けた。そうゴキゴ、ほんまに恥ずかしいちょっとゴキゴキ音聞こえるの恥ずかしいですね。なんかあんまり擦るの良くないから、あのなんていうの、擦らないようにほぐしてます。そう首あんま鳴らしたらあかんのやけど、だから最近鳴らせなかったんですけど、普通に鳴っちゃった、伸ばしてたら鳴りやすいかも今、バキバキやから、体ほんまね。そう公演前に全員でストレッチをねけど、それじゃ足りなくて体痛くなるから、その前に一人で、その前か後に、ね、一人でストレッチしてますね。おはようございます、ほんまにめっちゃ肩凝ってる、痛いめっちゃ痛い、鎖骨の下ほぐすと言っていません、なんかリンパ節あるからみたいな。一つ二つ三つ様ありがとうございます。めっちゃ硬いと、びっくりした、そうここと膝裏と脇がほぐしたらいいらしいめっちゃ熱い、ちょっとエアコンつけていい、ほぐしてたら熱かんでた、よいしょ。朝からお疲れ様で、全然です、ありがとうございます。ぜひ皆さんストレッチとかしながら見てください、意外とね動きやすくなります。だいぶむくみ取れたのでは分からん、首の付け根とかも結構しんどくなっちゃうから。あくせつさんもありがとうございます。どんなもんどないあね、生活してたらまあむくみ取れるでしょうっていういつも思っちゃうんですけど、ほんまはね毎日した方がいいんやろうけど、ちょっと毎日そんなめんどくさいから、たまにになっちゃいます。痛い、いやクリッチさんもありがとうございます。今日は久しぶりにはなちゃんに会える、おー公演待ってます。リンパ
減っちゃった。めっちゃゴリゴリ言ってる。そう、最近の口癖、いや嘘、なんかあかんな。否定的な発言、口癖なんちょっとまずいな、変えよう。めっちゃ迷った。ありがとうございます。島城さんもありがとうございます。朝ですか、パン派です。びっくりした、およく言ってんな。よく言ってる、よく言ってるわ。何が多いかな、もういっか、もう大奥みとりっか、多いかな。なんか減っちゃった。おはようございます、皆さん、お忙しい朝に見ていただいてありがとうございます。たけりんさんありがとうございます。そう、なんかね、今は自分の顔面のむくみ取りしてました。あー、結構口癖多く多いですか、私あんま自分で思ったことないです。口癖自分で気づかんくない、わかんないですね。食事配信でもいいかです、朝食配信でもいいよ。朝食どれ、全然用意してない。社長さんもたけりんさんありがとうございます。めっちゃさ、いや今日もさ、リハあってからの今夜から今のうちに足ほぐしとこうと思ったら、なんかめっちゃ筋肉固まってて焦ってます。誰だろう、雪明けなんです、大変だ。今日もいい一日になるといいですね。本当に皆さんもいい一日にしてください。エルムパさん、マサヨシさんもありがとうございます。たいやさんもありがとうございます。マッサージとか行ったことないです。多分私人に体触られるの嫌で。トレーナーさんとかは別ですよ、なる小商売から多分行かないですね。でも整体行きたくてって感じやね。ありがとうございます。合ってるよね、あ、よかった。平さんありがとうございます。え、ちょ、手とか大丈夫なんですよ。あ全然そういうのじゃなくて、ただただくすぐったいからあんま行きたくないんですよね、手だけ。あくび出ちゃった。あくび出ちゃった。おはようございます。やばい、雨降りそう。あらまあ、クラリオンさんありがとうございます。え、絶対足の指ボキボキなる気がする。あ、めちゃなってるわ。あんま関節とか鳴らしたらあかんけどさ、めっちゃ鳴っちゃった。ゴキゴキ言っちゃ、やばいよね。ショーマのケンさんありがとうございます。めっちゃ鳴ります、朝っていうのもあるし。なんかね、
なりやすい。やばい、目があかんくなってきた。無理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 、何が無理やねん。そう、関節軟骨痛めるらしいですよ。だからあんまり鳴らすの良くないっていうけど、ちょっとゴリゴリすぎて。そうでした、ありがとうございます。寝坊しました。仕事間に合いますか。天気は雨雲レーダーとか見ないの。見はするんですけど、最近でも見てないかもしれない。ひらみこさんもありがとうございます。めちゃめちゃゴリゴリですわ今日。体がねゴリゴリ言います。怖いね。ちゃんとストレッチとかしないと本当に足とか痛めやすいしね。あれなんですよ、足もつっちゃうからちゃんとします。ショーマンのケンさんもレイさんもテレヤスさんもありがとうございます。声もでんくなってきちゃった。ガスガス。あ、全然治らへん。やばいやばい、寝たら治るかな。こんな声出んことある。お水飲んでいいよ。今お水ないんだ。やばい、ちょっとちょっとガスガスや。毎回ないなんて3日目ですかね。ありがとうございます、3日間来てくださって。そう、今日この配信45分間なんですよ。星投げ3周と50ほのちゃん完了、ありがとうございます。嬉しい、頑張ってください、ありがとうございます。そう、ただただ今ずっと右足ほぐしてる。レイさんもありがとうございます。なんかね、ふくらはぎの筋肉塊凝り固まりやすくて、なんかだいたいその筋肉力入れてなかったらまあ柔らかいっていうかじゃないですか。私の場合ふくらはぎ力入れてなくてもふくらはぎの筋肉みたいな塊があるからあんま良くないんですよね、ほぐさないと。T シャツ姿で眠そうなほのちゃん見るとキャンパチ学食の何やろ、夜のトークかな、めっちゃ眠たかった。懐かしい。テレヤスさんありがとうございます。仕事戻りますね、ありがとう、忙しい中来てくださって。めっちゃ眠たい。ほんまにめちゃめちゃ申し訳ないんですけど、公演の次の日の朝配信起きる気全くしないんですよね。明日どないしよう。ジンくんさんもありがとうございます。うん、ありがとうございます。ちょっとどうしよう明日。テレヤスさんもありがとうございます。ほんまに起きる気全くしてない。寝坊するぐらいやった朝配信の枠なしにして夜に持っていきます。夜に持ってっちゃダメ。起きる気しやへん。夜の方が人集まりやすいですかね。そう、夜に持っていきたい。もう今日起きた瞬間もう眠いって眠いってなっちゃった。
ください、食いにてください、いいですか、ちょっとまだ未定ですけど、夜がっつり明日はできるはずなんで、夜に回そうかなってちょっと考えてる。寝坊はねそんなしないんですけど、ただあの寝起きがしんどい。パジャマではないですね、 T シャツ着替えました。もうお母さんにパジャマで配信していいかなって聞いたら、それはあかんろって言われて着替えました。痛い、足裏めっちゃ痛い。めっちゃゆっくりしていいんかいパジャマ。ただの半袖ですよ私のパジャマ。レイさんもありがとうございます、はじめまして。パジャマでいいの、お母さんからダメって言われた、ダメです。痛い足、もうそう、今お家に牛乳なくてそう牛乳がねお家にないんですよ、今なくなっちゃって。コージーさんもありがとうございます、飲み切っちゃってストック分だからコーヒー飲めない。まあ飲めるかブラックで飲めばいいや。そうだからね、痛い、首が痛い。ショーマンの検査をありがとうございます。これもう声治らんやばい。そうコーヒーです、めっちゃ足痛い、やばい、膝裏めっちゃゴリゴリ言うんですけど、そんなことないですか皆さん、今みんな通勤中とか仕事場から見てくださっている方の方が多い気がするんですけど、ちょっと帰ったら膝裏ほぐしてみてください。めっちゃゴリゴリ言うんですけどやばい、ちょっとやばいぐらいゴリゴリ言ってる。ふくらはぎほんとほぐさないとつっちゃうからね。膝裏は膝裏ほぐすことあんまりない、今度やってみる、今日やってみる、ぜひめっちゃ痛い。やわやわですか、ちゃんとほぐれてるってことですよ。としろうさんもありがとうございます。めっちゃ体今日がキバキですわ、痛い。うん、ただ空いたとっていう自信はあるでどんな自信やねん、ちょっとほんまに目があかんくなってきて、やっぱあのねそう今床に座ってるからさ、あの床に座ってるから立つ時にね、あの尾底骨痛くて立てないんですよもうこれは由々しき問題で、最近の立てないんですよ尾底骨痛くて。めっちゃ頑張って言う立ちましたね。そう、クリッチさんもありがとうございます、テレヤスさんもありがとうございます、ユウさんもありがとうございます。そう座布団をね持ってくるの毎回忘れるんですよ。そう早よ座椅子買いなよって話なんですけど、前もした気がする、座椅子買わないといけないのに忘れてた。
みずきさんありがとうございます。ケイケイさんもありがとうございます。ほんまに痛い。そうラグもね、あの端っこに折りたたんで今収納っていうか開けてるから、でもちょっと痛いからちょっとラグの上とか。ひさまるさんもありがとうございます。じゃ足首もね痛いんですよ、うん、めちゃめちゃ私足首を回すじゃないですか、ストレッチとかね。ひろいこさんもありがとうございます。あ、外回しが痛いです。痛いっていうかぎこちなくなっちゃう、苦手なんですよね。直樹くさんもありがとうございます。ありがとう。おお。ありがとうございます。入念に今日は一日長いので入念にほぐしておきます。泉さんもありがとうございます。3週カウント終わり、今日も頑張ってありがとうございます。申し訳ない、あくび姿さらしてしまってもうずっとマッサージしてるほんまに体が凝り固まりすぎて家出ました。用事つけてくれてありがとう。全然こちらこそありがとうございます。もうほんまにこんな凝り固まることあんまないんですよ。でもリハ期間になるとね結構凝り固まりやすくて、体がちょっと痛め。昭和の健さんもテレアシさんもありがとうございます。やばい、昨日ですか、そのまま寝たのって言われたけど、あの終わってから振り起こしして、もう全速力でして、うんで一旦休憩と思って、だからすごい変な時間にツイートしちゃったんですよね。あれ休憩時間だからそんな早くは寝てないかな、だからちょっと眠たい。マッサージしながら見ます。おお、共にマッサージしてくれてるんですか。ようやく目が覚めてきました。おはようございます。そう、珍しいですよ、私が日付終わってから夜中に更新するの。そう、眠たいんです。だから22時半に寝落ちした自分よっぽど頑張っている、そんなことないです。みずきさんもありがとうございます。やばい、なんか耳を引っ張ったら目覚めるみたいなことを、そう授業中に話したくなるから、どうしたら起きるかなと思って調べてたんですよ、目覚める方法みたいな。耳引っ張るといいって書いたとかやってたんですけど、まあ別にそんな、まあ別にそんなね、あの効果はないんですけど、でもあの耳をほぐすのもいいらしくて、あのここら辺の筋肉が張ってるから耳ほぐすのいいらしいですよ。ユッキーさんもありがとうございます。ひとつさつみつさんもありがとうございます。そう、耳をね結構私ゴリゴリ言うんですよ。耳待って、めっちゃずっと今日なんかゴリ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 しか言ってない。そう、耳もね結構ゴリゴリ言いやすくて、耳今鳴ってますよ私。
今もここら辺が軟骨って言うんですか、持ってる気がする。そういうつもりなかったんですけど。どこもね、かしこも今日は凝り固まってますわ。エルマッパさんもありがとうございます。ぜひ耳引っ張るの、まあ、バレないように耳全然引っ張るのおすすめです。今日は45分枠なので8時に終わります。他ゲリラ配信なのでね、何分できるか分かんなくて朝ちょっと長めに撮ってます。ゴリゴリ聞こえる？嘘やん、耳の音さすがに聞こえてたら怖い。だって耳の近くやからさ、聞こえてる時かと思ってた。それか外に聞こえてるってなるとちょっと恥ずかしいよね。あと筋肉痛もねあって、あの痛いんですよ背中、バタバタしてて。今来れたありがとう。全然忙しかったら見れる時だけで全然大丈夫ですよ。ありがとうございます。テレアさんありがとうございます。浅賀さんもありがとうございます。うわめっちゃびっくりした。テレアさんクイッチさんありがとうございます。なんか物落とした。そなので終わってからストレッチして体ほぐします。マッサージ系は今してるのでね、あの回ってから重点的にストレッチしたいと思います。めっちゃ痛い、首がただただ痛い。首もねこっちが昨日筋肉痛で寝違えたんかなと思ってたんですけど。で月見バーガー食べたことないんですよ。美味しいですかあれ。あんまりねハンバーガー自体を食べなくて。テレヤスさんもありがとうございます。そうで、あと背中がねあの痛くなりやすくて、腰が痛くなりやすくて。あやねさんありがとうございます。あの背中が痛くなりやすくて、はじめましてありがとうございます。こんな朝から来てくださって。雨降ってきたよ。マジか、困った困った。なんか背中がね痛くなりやすくて、トレーナーさんに相談したらなんかね腹筋と背筋がないからアンバランスやから痛くなるみたいな言っていただいて、あと腹筋が硬いからほぐした方がいいって言われましたね。ゆりこじさんありがとうございます。そうバランス悪くて背筋つけるか腹筋をほぐすかって言われて、両方した方がいいんですけど、ゆりこじさんありがとうございます。ひろみこさんもありがとうございます。腹筋ほぐすってどうすればいい。え普通に何やろ、押しほぐすみたいな。ゆうさんもありがとうございます。そうめっちゃ腹筋はね使いがちなんで痛くて。赤シャチさんもありがとうございます。そうバランス悪くて、私も筋肉の。ひろみこさんありがとうございます。そうもみほぐしてます。やばいやばい。ちょっとやばい。何がって感じやけどちょっと個人的にやばい。あんまり聞こえてほしくなかった、音が鳴っちゃった。テレスさんありがとうございます。そう腹筋ないっていうか腹筋が硬いかな、硬いんです腹筋が。凝ってるっていうんですか、凝ってるから
ちゃめちゃ凝ってるから痛くて、だから背中もね多分ほぐした方がいいとは思うんですけどニャンタさんもありがとうございます。クマありがとうございます。すごいかわいすぎな、なことないよ、もうボサ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 よ。左右で足の長さは違うことないんですよ、一緒なんですよ。ストレッチのポールかな、ありますよね。ほんまにほぐすの、なんか運動するにしてもほぐすの大事やなって思いますね。痛いもん痛いもん何もせず動いたら痛いもん、痛くなりやすいから。今日は用事があってこの後の枠参加できないかもです。応援できなくてごめんなさい。全然本当いつもありがとうございます。逆にまたご都合が合う時に来てくださると嬉しいです。ありがとうテレヤさん、クイッツさんもありがとうございます。痛い、いや腹筋ほぐしてるんですけどめっちゃ痛いかもしれん。ストレッチボールか、ボールもあるよね。9月の公演東京から見に行きます。ほんのかちゃんコールいっぱいします。うちもあるね。ありがとうございます。ぜひ一緒に楽しみましょう公演。ありがとうございます。ひさまるさんありがとうございます。ボールめっちゃ背中ゴリゴリしていたけど気持ちそうなんや。やりたいね、もう痛いもん今痛いもん。なんか今日びっくりした、なんか頭待てない、今日もしかして12時から配信するとか書いたっけみたいな思ったけど書いてなかったよかった。そう12時とかねちょっと今日はできなくて、だから公演次の枠が公演前になるんですけど、そうゲリラになっちゃうんですけど、よかったらね来てくださると嬉しいです。だいたい予想は4時半から6時の間ぐらいすると思います。うーかさんの YouTube ご参考に分かりました。そう坂本梨沙ちゃんが来てくれるんです。次の枠ゲリラになってしまって申し訳ないんですけど、来てくださるのでよかったらお越しください。そう朝以外見て、そうなんです、リサちゃん来てくれるんです。背中が痛い、もう背中が痛いね。リサちゃんとのコラボ楽しみね。普段結構喋るんですけどね、今日は仕事遅くてその後友人と飯行くからゲリラ配信一緒に見れたらぜひ。お待ちしてます。お仕事行ってきます。行ってらっしゃいませ、頑張ってください。雨降って劇場前で配信見れますよ、ぜひ劇場前で見てください。頑張ってキングダム仕込んでください。ほんまね呼んでくれへんかな、呼んでくれへんかな。キングダム60巻もらってん、もらったって言ってましたよね。結構な重さじゃないですかいや持って帰ったん、持って帰ったんかな、大変やなってめっちゃ思いました。スーさんありがとうございます。そう60巻もらったんですよって公園で言ってましたよね。びっくりして、あんな重いのよう持って帰るわと思って、音声だけ聞いていく、全然大丈夫よ、ただほぐしてて痛いだけあと筋肉痛で痛いだけ
なんかね、そう思った。60巻持って帰るのめっちゃ重いやん。同期で他にキングダムの話した。え、でも誰も読んでないって言われますよ。なんかそう、読んでないって聞きましたね。おはようございます。リサちゃんのリュックはでかいですけど、でもどうなんやろ、最近でもそんなかもしれん。なんかね、そうやばい絵があかんくなっちゃった。そう、若菜さんと一緒にキングダム展行きました。楽しかったですよ。映画って何巻分ぐらい分けますか。何巻分やろ、結構序盤な気がする。ちょっとやば、57分なのでちょっと一旦ランキング読みます。あー、オッケー。あー13位コージーさん、ありがとうございます。12位直木久さん、ありがとうございます。11位みずきアットキングスさん、ありがとうございます。10位てるやすさん、ありがとうございます。9位ゆうさん、ありがとうございます。8位まさよしさん、ありがとうございます。7位ひとつふたつみつさん、ありがとうございます。6位じんくんさん、ありがとうございます。5位あかしゃちさん、ありがとうございます。4位エルマッパさん、ありがとうございます。3位ゆりこじさん、ありがとうございます。2位ひろみこさん、ありがとうございます。1位やんたさん、ありがとうございます。やばい、声がガスガスになって言っちゃった、申し訳ない。では今日の公演よろしくお願いします。私はその前にリハーサルにも参加していきます。ひろみこさん、ありがとうございます。そうね、そんな感じですね。今日は公演ちゃんと最後までよかったら見てください。頑張ります。やばいね、朝、今日の朝ガスガスでゴリゴリな状態本当にやばいアイドルらしからぬ配信で申し訳なかったです。ありがとう、まさしさん、ありがとうございます。じゃあね、あと1分で終わるんですけど、次は公演前にりさちゃんと一緒に配信したいと思ってます。時間は未定ですので、本当によければ見に来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ではあと何秒なんだろう、ちょっと気まずいよねありがとうございましたって言って、まだあと30秒ぐらいあったらちょっと気まずいなと思って言われてた皆さんもお仕事頑張ってください。共に頑張りましょう今日一日ありがとう、こんな朝のね忙しい時間に見に来てくださって本当にありがとうございました。ではどうなんだろう、もうそろそろ8時になりそうおやすみおやすみか。ではありがとうございました。ではまた公演前にお会いしましょう。ありがとうございました。